いいね。チャンネル登録お願いします。ゼロ家庭料理レシテロ家庭料理はありていに言えばお袋の味に代表される素朴な料理群だが、さらに言えば地域いろいろ濃い郷土料理を含む、日本では和食に加え洋食中華料理など家庭内で調理されるものを家庭料理と呼ぶ。世界的に見ればやはり郷土料理に始まり、物流やメディアの発達にも伴ってさまざまな近隣地域の食文化が混在する傾向も見られ、これらは食文化のうちの最も大衆的な部分を占めている。ただインスタント食品など簡便で調理済みの食品群は先進各国で盛んに用いられる傾向が強いが、これのみを利用して食卓をいくら盛り立てたとしても、これは家庭料理の範疇には含みがたい。購入してきて家庭内で食するものは中食、中食と呼び家庭料理とは区別される。家庭料理は家庭内で料理して家族で食卓を囲む一家団らん際に食べられているものであるため、食育やスローフード内地産地消しといった食事と家庭教育やしつけといった家族の持つ育児的機能という面で重要な要素だという認識も見られる。日本ではことこ食や個食が社会現象ないし社会問題として扱われるようになっていこう。家庭料理も精神的にも豊かな生活の上で重要な要素として挙げる傾向が見られる。これらの家庭料理では毎日食べても飽きない主食を軸としておかずを取り揃えて食べられる。なお家庭料理をする一人暮らしの者は弁当や飲食店などで食事を済ませてしまうものと対比させる意図から調理することを自炊と呼ぶ。 LINE スタンプ、ラブリーバレンタイン、メイドエフェクト、 https://line.es/stickerl1769680 配信者運営チャンネル、おすすめチャイハムチャンネル、ラブリーハロウィン、TRICK TREAT ラブリーハロウィンにある VER に https://www.youtube.com/shortsxcnmt4319gc ぜひぜひ高評価チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。